から彩音の一人でご飯食べるかな。バチ飯でおなじみの高さんに私も、こんなバチ飯をしましたよ。イエーイという報告をしてもらったリーダーです。払えるのお金カナにお金払えるの。カナさんにだったら払える。じゃあいいや。あそうだ、さっきね米長くんのコーナーで、はい、忘れてた、右肘左肘を送ってくれたただいまんぼうさんには、こちら差し上げます。米長さんカラー、米長っぱカラーを差し上げます。米長っぱさあというわけで人カナのコーナーも最終回です。はい、さよなら。なんでこれ持ったんだろう。読みます。いつでもね太郎さんからいただきました。はい、どうも。僕は今日クラスメートにいつも一人でご飯食べてるよね、うん、と言われ、うん、自分がぼっち飯してることを自覚しました。毎週毎週アヤネルやリスナーさんのぼっち飯エピソードを聞いてドン引きしてました。お前悪かった。僕ほどのぼっちメシストになるとそもそも自分がぼっちメシしてるってことに何の違和感もなく気がつかないようです。そうしよう。すげえなー、この人すごいな。もうね当たり前だから、うん、言われなきゃそういう自覚がない。それぐらい日常生活にぼっちメシが浸透している証拠ですね。そう、優秀なぼっちメシストです。すごいね。はい、いやーなしごれんさんです。ありがとうございます。はい、数年前富士山に登ろうとした時のことです。うん、一人でツアーに申し込んだのですが、ツアーか、他の参加者は親子連れ、友人同士、そしてカップルばかり。そこに響き渡るガイドさんの残酷な一声、二列で登るので二人一組になってください。そうです、体育の時間の忌まわしき記憶そのままに、あぶれた僕は後ろを一人とぼとぼ歩くことに。やっと着いた山小屋でみんながワイワイする中、一人で食べたカレーの味は少し切なかったです。標高3776メートルのぼっち。やっぱり夏に山や海で遊ぶのはリア充だけで、ぼっちがするものじゃなかったんですね。いや、なんか、すごいよね。いや、ここまで来ると、なんていうか、うん、感動すら覚える。うん。なんで高いとこ行ってまでぼっちしたんだろう。まあ、あれなんじゃない、他にも一人で、来てる人がいて、あ、どうも、つってね、うん、一緒にお話しして登ったりっていうような、のもあったのかもしれない、そういう期待みたいなのが。それで話しかけられるっていう自信を持ってるのだったら、ちゃんと、こういう状況でも、話しかけましょう。そこは甘えだと思う。そうだね。ですよね、うん。甘えだと思う。覚悟が足りなかったと、要は、さくらさん。そうだね。自分から行動を起こすことが。パイセン？パイセン？パイセン？なく、パイセンは、一人でもツアーはやめようと思いました、じゃあ。うん？一人でツアーは。え？全部自分に。私が？私が自分への戒めっていうか、うん、自分に聞かせてるのもあって、うん、なしごれんさんにちょっとそれってきついこと言うのかなって。いや、私おばちゃん思ったんだ、今聞いて。これぐらいメール送るぐらいだったら行きません、最初から。一人で家にいます。以上でーす。ということで、たくさんのこのコーナーちょっと閉めるから、ちょっと出してね。たくさんの楽しいぼっち飯エピソード、皆さんどうもありがとうございました。はい、さー、最後に、じゃあ、ちょっと、さくらさん。はい。でやってください、皆さんに。ご飯は、味を噛み締めながら、ちゃんと食べましょう。皆さん、楽しいぼっち飯。以上、ひとからのコーナーでした。イエース。レディオクロス。